成人式から名称を変え、20歳を対象に昨日から始まった20歳の集い、今日も県内各地で開かれています。去年4月に成人年齢が18歳に引き下げられたことを受け、今年から成人式は県内のほとんどの市や町で20歳の集いに名称を変えて開かれています。このうち小松市の義経アリーナではおよそ900人が参加して開かれました。式では参加者代表がこれまで支えていただいた方への感謝の気持ちを忘れずに成人としての自覚を持って行動しますと誓いの言葉を述べました。記念式典は今日までにほとんどの市や町で行われ、明日は金沢市内の1カ所で行われます。